お疲れ様です。アップルマック神戸店根本と申します。夜現在遅く帰宅道でございます。 iPhone 修理、パソコン修理、買取屋さんのスマホとか電子機器の販売と中古販売と修理とかをしているお店のとても重要なやり方説明について、これはご依頼をいただくお客様もしっかり知っておいた方が自分の身を守るためにもとても必要ですし、スマホパソコン屋さんってそういうこと考えてるんだっていうことを一部知ることができるかもしれませんので、参考資料となります。私たちスマホパソコン中古販売買取屋さんっていうのは、スマホとパソコンと Windows と Mac と、いろんな電子機器の買取と修理と中古販売と、いろんなサービスを提供してるんですよね。だからコンビニとかでは、まあ、物を買うっていうことだけやりますよね。コンビニに何か物を売るとか、コンビニに何か修理を頼むとか、そういうのはないはずなんですよ。簡単に、まあ、B2B というか、売ってるものを買う、売ってるものを買って帰るという流れになるんですけども、修理と買い取りと中古販売さんってなると、いろんなことがこうできてくるわけなんですよ。本当は修理を頼もうとしたけど中古販売の方に行きたいなとか、そういうサービスがあるんだったらぜひそっちの方が嬉しいよっていう人もいたり、修理に来たんだけど新品の本体があればそっちの方がいいよっていう人もいたり、自分で自由に受付対応のスタッフがいろんなことを臨機応変変更することができるので、だからね、これはねコンビニとはちょっと違って、臨機応変お客様に対していいことを提供できる、お客様がそれがいいって思うことを案内することができる反面、そのね真逆を考えてみると、悪どいね悪しき考えを持ってお客様にこっちの方がいいですよって進めちゃうことが可能になってくるので、それを防ぐ防御するためにはやっぱりねそのお店を信じるしかないんですけど、それでもねそのお店が信頼できるってちゃんと自分が決めていくんだったら全然問題ないんですけれども、全くね何の意図もなく行くと本当に全く正反対の提供を手に入れてしまうということがありますので、まあそれが結果的にね、ああなんか騙されたんだなって思うこともあるだろうし、ああやっぱりあんまり行かない方がいいんだなって、ね、うちのお店を利用してもそういうふうに思う人も いますしね、僕もそういうふうに錯覚させて、もしかしたらあこいつからもうちょっと金取ろうと思って取ろうと思ったことが、それがああこいつ悪しき考えの上でやったんだなってバレちゃったりとか、自分の心が弱くてそういうのをお客様に提案してしまうことも中には一部あるのかもしれませんから、それは本当にないようにはしてるんですけども、まあそういうお客様にね本当にね良質で、うちのお店の利益にもなって、いいサービスを提供しようとするその自分の頭の中の天秤がね狂ってしまうことがあるんで、その天秤の狂いがなかなかないようになるべく整えていかないといけないとは思うので、健康食生活とか毎日の生活バランスとはなんとなく頑張って気をつけてはいるんですが、やっぱり自分の中の魔が差すっていうんですかね、その瞬間はもう誰でもありますしね、目の前に1万円札が落ちてたら、あ、これ警察に届けなきゃって、思える人って全員じゃないです。 100% じゃないですね。トイレ掃除めんどくさいなと思って、いやでも今すぐやんなきゃって、今すぐトイレ掃除できる人って 100% じゃないですよね。あ、ゴミが落ちてるって思う、チラッと見た時にパッと拾える人とか、駅前にマクドナルドとかスターバックスコーヒーのゴミが落ちてるの、あ、こんなとこゴミ落ちてたらダメだからゴミ箱に捨ててあげようって思える人もなかなかいないですし、道におじさんが倒れてても、あ、どうしましたか、大丈夫ですかって声かけられる人はやっぱり 100% じゃないですからね。そこはね、まあ僕たちも戦ってはいかなきゃいけないところなんですけれども、まあ、あまりにもね人を騙すようなことだけしなければ問題はないと思うんですが、まあお店のその営業という立場で店側はやっぱりおすすめをしなければいけないわけなんで、お金をあげるために何か考えるのは悪いことではないですけど、利用者側の消費者お客様としてはやっぱりあまりにもお金を盗まれてしまう、取られすぎてしまう事情っていうのは、僕はお客様の方にそういう防御策をなるべく心にこう願っていただきたいなと思ってますので、それはね僕たちスマホ屋さん
お店側がお客様に、お客さん、騙されたらあかんすよって言えないんですよね。僕はまあ騙さないようになるべくしてますけど、あ、この人バカだなって思うこともあるし、あ、この人大丈夫かなって、こんな正直でもう、あ、いいっすよって、あなたの言うことは何でも信用しますってね、言う人もいるんで、あ、この人大丈夫かなと思って心配することもあるし、まあ、この人からはお金取ったらダメ、この人と多分安いパターンで行かなきゃダメだわって、あ、この人っていうか望んでるのは安いものっていうか高いものいらなくない、 iPhone6 とか iPhone7 使ってるよ今って言うんだが、 iPhone14 20万円どうですかなんて説明するのはちょっとお門違いだと思うので、そういうところは、うん、 iPhone SE2 3万5000円でありますけど買いますかとか、そういうレベルで収めるようには僕はなるべくしますけど、それでも iPhone 13 Pro が、9万円でお店に在庫に余ってて誰も買われなかったとしたら、やっぱりそういう人にも、お客さん、あ、今 iPhone 7使ってると思うんですけども、そろそろ新しいもの買って iPhone 13これ9万円なんですけどいかがですかっていうのは、僕は営業セールスマンとしてやっぱり言いますね。うん、あとはそのお客様の態度っていうか、あの、どういうタイミングで来てくれたのかとか、ああ、顔覚えてますとか、あ、いつも来てくれてますよねとか、そういうところで、いや、お客さんはこんな高いのいらんよって、金ないでしょお客さんって、お客さんみたいな金ない人はこれで十分やから、もうこれ以上いいものだって、なんか芸能人とかインスタグラマーとかじゃないでしょ、こんな10万15万のスマホいらんって、考えてみんやって、そういう風にね、この熱を持って言えるかどうかっていうのは、やっぱりその人と僕との関係性なんで、営業トークで言ってしまうことがもしかしたらピリッと僕も自分の脳の思考回路が、あ、あれ余ってるから早く売らなきゃって思うこともありますのでね、それはね、営業マンなんで、そこはね、難しい加減のところなんですが、まあ明日そういうね、なんか iPhone いつもここ来てるんですよ、ここだったらいつも信用してるんで来たいんで明日行きますって言ってくれてる人がいたんで、まあ iPhone SE の3万円ぐらい の端末で勘弁してあげようかなと思うんですけどね、まあそういう風に言ってもらえたら、僕もああ、この人にはちゃんとしなきゃいけないなって、僕もね、さすがにその悪魔ではないんでね、もともと犯罪はしたり、なんかブラックなことはしたりね、若い頃はみんなしたことがあるんじゃないかな、みんなじゃないけど、暴走族だったりね、僕もしてたんでね、そういうことはよくしてたんで、あの、ルール無視みたいなことはしてたんですけど、最近はね、だいぶ温厚になってきておりますので、そこの面を踏まえて、人と人とのその擦り関係っていうんですかね、ちょっとしたこの会話のニュアンスの話し方の口調の言葉の勢いと、何回か連絡してくれてるか、連絡するのめんどくさいからなんかもう、あの、連絡しなくなる人もいるんですね。うちにね、あの、なんか頼みたいんですけど、連絡しても何回電話しても連絡出ないとかいう人もいたりね、ね、いっぱい電話かけてきてくれる人とか、こっちがかけたらすぐ電話出てくれる人とか、やっぱそれレスポンスっていうのはやっぱ大事ですしね。ね、まあそのあたりで僕らもお店側も皆さんもどんなお店も電話の出る出ないとかレスポンスがどうのっていうので戦ってますけど、そこら辺はやっぱり人間判断する上で大切な材料になるんで、ああ、この人しょうもないやつやなとか、ああ、この人にはちゃんとしてあげようとかね、お客消費者側もそういう風に思ってるだろうし、消費者側もそう思ってるんだったら、こう売り手側のセラーである私たちも、あ、こいつら相手してても時間の無駄だなって思うし、そのお客様側も売り手側のセラーの私たちのお店側がレスポンスが遅かったりとか、あー、ちょっと高くなると思いますねとか言うと無視したりするじゃないですか。だから、ね、これはお互い様なんですよね。だからなんでこんなズレが発してておかしくなってくるのかっていうのは、お互いを尊重し合ってない。本当に優しい人とかって、あの、例えばうちに、私のお店に iPhone 修理したいです、いくらかかりますかっていう時に、僕があのミスがあって、例えば2日か3日メールの連絡が来てるのに無視してた、
気づかなかったとしても、4日後に、あれ、3日前に連絡したんですけど、なんでメール見てくれないんですか、どうしたんですかって、電話してきてくれたりします。すいませんって、本当に気づかなかったんですが、今すぐ返事しますって言って、まあ、うちも返事したりすることもあります。だからそういう心の余裕がある人もいるし、自分がメールして、24時間以内に返事がないんだったら、この店カスだなって思うような、どのお店でもいいというか、そのお店の品格とかそういうのをメールの返信の速度とかで測ったりするような人もいますが、自分ができることをまずしてないじゃないですか。なんで連絡返してくれないんですか。もうすごい楽しみにしてるのにって言ってくれたらいいのに、ああこの店俺が連絡しても連絡返さない店は大したことないなって勝手に決めつけたりすることもあるし、それって自分が頼もうとしてるお店じゃなくて、自分が勝手に適当な場所を見つけて連絡をしようとしてたから裏切られたって勝手に自分が思って、自分が勝手に連絡したのに自分が勝手に裏切られたっていうストーリーを作ってるね。だからそのストーリーをまた変更するんだったら、自分が連絡して連絡返ってこないんだったら電話したりもう一回メールしたりすればいいじゃないですか。それはまあお店側の意見なんですけど、だからこっちもお客さんから連絡がなかったらまた連絡してみてっていうことは繰り返すんですけど、これをね、お互いのリスペクトが減ってるっていう、お互いを尊重してない、自分の都合の良くなってないっていうところが問題なんで、相手が悪い、あいつがなんだっていうことはなるべくなくしていった方が、自分が手に入れたい、その修理したい、買い取りしたいとかいうところと、お店側もお金が欲しいとか、お客様にちゃんと対応したいっていうところの何か答えが見えてくるんじゃないでしょうか。でも実際にはそういう人たちもいますので、だからメールっていうのは、LINE トークの返事っていうのは、連絡っていうのは、電話に出るっていうことは、必ず基本的には当日以内にすぐ折り返すなら折り返すなりしなければいけないですね。1週間ほっとくとか、2週間ほっとくとか全然ありえないので、相手が納得する、自分が早く行動しなければ後回しにしないということですね。自分の家の私生活とかトイレ掃除とか、布団乾燥とかをしたりとか、シーツを干したりするのは毎週しないとか、そういう自分の個人的な私生活が遅くなってたり悪くなってたりすると、仕事にもそれを反映してきてしまって、お客様のお問い合わせにも対応することができなくなってしまうというのがあるんじゃないでしょうか。僕は本当にそう思いますね。まあ昔の僕がそうだったんでそう思いました。お疲れ様でした。